セタマルは、東京急行電鉄セタガヤ線専用の IC カード、乗車券である。2002年7月7日に、サービス開始。2007年3月18日のサービス開始と、同時に、東急セタガヤ線にもパスモが導入され、セタマルと、パスモが併用して使われていたが、パスモの普及に伴いサービスを統一するため、2012年3月16日に、 販売終了、2012年9月30日に、使用終了となり、サービスが終了された。東急グループにおける、独自の IC 乗車カードとしては他に、1998年の、東急トランセ大館山循環線運行開始時に、導入された東急バス IC 乗車カード、トランセカードがあったが、いずれもパスモに、システム移行支配し廃止されている。 セタガヤ車内の運賃箱、パスもスイカで運賃を支払う場合は、パスもリーダーに、セタマルの場合は別に設置されたチェッカーに、タッチするようになっていた。セタマルは、スイカと同じく非接触式、IC カードフェリカを採用しているが、カード端の切り欠き機はなく、IC チップ内のファイル構造も、スイカとは一部異なる。 例えば利用履歴を格納するサービスファイルの識別子が異なる。そのため追加用の SF カードビューアーでは利用履歴は表示されない。セタマルの利用履歴を読み出し可能なフリーソフトが一部有志により開発公開されている。カードリメン右下に記載されている番号は TK で始まる。これは社名のローマ字表記の一部から取られている。 セタマルくんという忍者のイメージキャラクターがある。セタマルには、セタマル定期券とセタマル回数券の2種類がある。懸名印字は、リライトセタマル回数券、セタマル定期券とも可能である。名称の由来は、セタガヤ戦の、セタと利用者に便利なカードとして、マルをもらえるようにという願いを合わせ、セタマルとした。セタマルには、ポイント制度があり、 世田谷線での利用は、もちろん、世田谷区、渋谷区などで流通する地域通貨、アースレイマネーを世田丸のポイントに交換することも、できる。また、沿線商店街、NPO 法人が行う、社会貢献活動や、来店促進などに活用されたこともある。上記のポイントを蓄積し、10ポイントになった時点で1回分の、運賃を、次回の入金時に還元する。 東急電鉄で発売される、回数券と同様の割引率に設定されているが、セタ丸はポイントで還元された SF に対しても、ポイントが付与されるため、若干ながら割引率が高くなっている。セタ丸回数券は、チャージが可能なプリペイドカードである。3軒茶屋駅、上町駅、下高井湖駅に設置しているセタ丸発売機のほか、車内でもチャージが可能である。 また、利用の都度時間帯に応じて、ポイントが付加されて、次回のチャージ時に加算される。回数券ではあるが、複数人での利用はできない。このため、従来通り、世田谷先生用の紙製回数券も引き続き、発売されている。世田丸回数券には、大人用と子供用があり、大人用は2000円、子供用は1000円で販売している。 そのうち500円はデポジットであり、不要になったカードを返却すると払い戻される。また、発行日、発行駅、通り番などが印字される。なお、残額の上限は1万円である。セタマル定期券には通勤と通学の2種類がある。セタマル定期券は、県面の印字情報を書き換えることが可能な、リライト機能を採用しているため、継続購入すれば、 同じカードを何回でも使用することができる。2002年7月7日にサービスが開始された。翌2003年6月15日までの約1年間でセタ、丸定期券、セタ丸回数券合わせて5389枚が発行された。しかし、パスモの普及と利用の増加に伴い利便性向上を目的として、パスモサービスに統一するため、セタ谷線 パスモ定期券の販売に伴い2012年3月16日には入金、販売が終了され、2012年9月30日に使用が終了され、サービス終了となった。東急電鉄では2007年3月18日より、セタマルと同じ IC カードのパスモを導入し、 東日本旅客鉄道などが発行している IC カードスイカも2007年3月18日からパスモとの相互利用を開始した。パスモサービス開始時には社内放送でも案内があった。パスモ導入当初はセタマルと違い、あらかじめチャージされた SF から運賃を生産することにしか利用できず、残額不足の場合には不足運賃を現金で生産する必要があった。 世田谷線内各駅でのチャージ、残額履歴確認、パスモの発売、払い戻し、再発行の各サービスは行っておらず、パスモには、世田谷線の定期券を付与することもできなかった。また、2012年3月16日までは、パスモスイカで乗車する場合馳せた丸回数券や、バス利用特典サービスのように利用に応じたポイントの還元サービスを行っていなかった。 以上のことから、2012年3月16日までは、世田谷線を定期券で利用する場合や、世田谷線を頻繁に利用する場合は従来通り世田、丸を利用した方が有利であり、世田谷線の車内や各駅にもその旨を明記した、ポスターが掲示されていた。2012年3月16日の世田丸販売、入金終了に伴い、翌3月17日より、 世田谷線3県、茶屋駅、下高い湖駅、上町駅の駅舎で、パスモの発売、払い戻し、再発行、残額履歴確認の各サービスが行われるようになった。上記の駅舎内に設置された自動券売機や、車内設置の運賃箱でチャージは可能になったが、オートチャージは引き続き利用できない。また同日より、パスモ定期券も発行され、 バス利用特典サービスも導入された。世田谷線のパスも定期券は、バス定期券と同等の扱いで、バス定期券情報が記録されているパスもスイカでは、発行できないほか、スイカには、世田谷線の定期券機能をつけることができないパスも、スイカに対して、バス利用特典サービス導入。2012年3月16日までは払い戻しに、あたっては、 残金から、手数料210円が差し引かれ、210円未満の残金がある場合は事実上210円未満の残金は返却されず、ポイントも換金されないため、デポジットの500円しか返却されなかった。ただしポイントが溜まっている場合は10ポイントを140円相当として、手数料との相殺が可能であった。また、 利用可能額140円未満の場合に不足分を現金で支払うことはできないため、損をすることなく解約するには、ポイントを15ポイント以上貯めるか、利用可能額がちょうど0円になったタイミングで行うより他はなかった。2012年3月17日より、瀬田丸廃止に伴う手続き改定により、払い戻しに際して、 手数料210円が差し引かれなくなった上に、ポイントが返金対象に含まれるようになったため、利用者から見た、このような不利益は解消された。2012年3月17日寄瀬田丸の払い戻して数料が無料になることを除いては、パスモへのポイントや残高の移行やパスモへの移行を呼びかけるキャンペーンはなかった。紙の回数券については、 今後も発売される。ありがとうございます。